今回はラバーダックがシーメンスユーロスプリンターを運転していきます。さて皆さんこんにちは、ラバーダックです。トレンシムワールド2020やっていきたいと思います。はい、とうとうやってきました。皆さん大好きシーメンスのユーロスプリンターでございます。皆さんこれ多分日本で最も人気の高い、欧州型車両、電気機関車じゃないでしょうか。ぜひ日本でも見てみたいというぐらいの非常にかっこいい車体ですね。基本的にヨーロッパの鉄道車両というのは日本人好みのデザインではないんですが、ただこれに関しては本当日本人にドンピシャという感じですよね。さあ乗っていきましょうか。よいしょ。さあ乗り込みます。よいしょ。で、中はこんな感じ。非常にシンプルになってますが、この中に多分たくさんの制御盤が入っていて、モーターが動いているという感じなんでしょうね。さあ、運転席はこんな感じです。非常に綺麗ですね。シンプルで美しいです。トラックのような感じもしますけれども、はい、こんな感じになっています。さあ、ちょっと UI 出しましょうか。はい、出して、まずリザーバーを前に置いて、そしてまずフルブレーキをかけます。多分ブレーキ試験なんでしょうね。そしてブレーキを1に下ろします。はい、 1B。 そしてアンロックですね。ドアをアンロックさせます。はい、レフトドア、そしてドアオープンと、こうすることによってドアが開きますね。はい、少し時間あるので周りを見回してみましょうか。はい、このトレインシムワールド2020ももう終わりですね。といっても否定的な意味ではなくて、とうとう8月に2が出るということで、こちらに関しては現役を引退するという形ですね。まあ今でもこれは非常にグラフィックのいいゲームですね。まあ、不満の点もたくさんありますけれども、グラフィックに関しては本当綺麗、まあ言うなればグランツーリスモトレインと言ってもいいぐらいの、そんな高画質な感じですよね。で、特にこれ多分車両によって作り込みが違うと思います。このタウルスは向こう側、以前、乗車しました、快速電車と比べると作り込みが明らかこっちの方が上ですよね。多分ヨーロッパでも人気の高い車両なんでしょうね。この辺り泥をこう落とすための泥落としみたいなのがついてますね。はい、ここ登って多分ね、この曲線の窓を洗うんでしょうね。ヨーロッパの車両というのはあまり曲線の窓を使わないイメージです。一見全面が曲線に見えたとしても、よくよく見ると窓ガラスだけはまっすぐといった一枚板であることが多かったりします。なのでこれはかなり挑戦的な車両なのかなと思います。さあ、とは言ってもこれは汎用型といって、まあ買いたい会社であればどこでも買えるような、電気機関車になっています。まあ日本では少し珍しいことかと思いますけれども、まあ鉄道車両もそれぞれ全てフルオーダーで作るよりは、こういうね汎用型車両というのを使って、まあある程度同じような車両をカスタムメイドして作ってもらう方が安上がりだったりします。まあ、日本でも走るんですシリーズがそれに当たりますが、電気機関車だとなかなかないですね。といってもまあ JR ぐらいしか電気機関車というのはほとんど持っていませんから、そういった事情もありますよね。さあ、ゆっくりと進んでいきます。ちょっとね、本来この車両ドレミファインバーターというのがついているんですけれども、ちょっとこれ外の発動機、まあ、電気機関車なんですけれども、エンジンというかそういうものが動いている時に非常に音がうるさいので、皆さんに聞こえている音は結構ちっちゃくなってるんですね。その関係でちょっとドレミファインバーター聞こえづらいかもしれないので、そのところはご了承いただきたいなと思います。で、ドレミファインバーター、今普通に言いましたが何なのかというと、ドレミファソラシドという音階を奏でるインバーターです。で、こちらはですね、日本では、かつて京急の、車両に使用されていたことで有名です。で、このインバーターを作っているのが、何を隠そう、このシーメンス社ですね。ドイツの鉄道および、まあ、電気機器大手ですね。非常に大きな会社です。
まあ、日本ではどちらかというと補聴器のメーカーとして有名だったりするんでしょうか。でそちらの汎用型電気機関車がこのシーメンスユーロスプリンターです。でこのユーロスプリンター非常にデザインとしては美しいんですけれども、実はですねもうこれ旧型車両になっています。で現在は、新たなる車両ユーロスプリンターではなくシーメンスタウルスという車両、タウルスじゃないシーメンス、ベクトロンという車両が今主力になっています。なのでもう作られる機会というのはないんですけれども、ちょっとスピード超過しすぎた140キロまで加速しちゃいましたね。ただベクトロンがですねあまり日本人好みのデザインではないということで、未だにこの日本ではユーロスプリンタータウルスの人気は名高いですね。こちらの車両は加速も鬼加速と言われていて、まあ電気機関車特有の、何も引いていない時は加速が凄まじいことでも有名ですね。ぜひあのタウルス加速とかで YouTube で検索していただければその加速の素晴らしさを、見ていただくことができるんじゃないかなと思います。さてこちらに関しては、種別が優等列車になるんでしょうか。何駅か飛ばしています。そして 2.5 キロ先には停車駅になっています。で皆さんこのトレインシムワールド、終わりだと申し上げましたが、それまでの間に様々なアップデートが重ねられました。発売当時は、アメリカの非常にごつい電気機関車ではなくてディーゼル機関車ですかね、を運転できるだけだったのが、今ではこのようなかっこいい車両も運転できるようになっています。そしてですねグラフィック面も徐々に向上して、軽くなってきた雰囲気もありますね。そして同時にですね皆さん気づいてますか、車両が揺れてませんか。かつてこのゲームリニアモーターカーを運転するゲームと揶揄されていた時代がありました。なぜかといえば車両が一切揺れなかったんですね。停車時の衝撃も一切ない、全て何かスムーズな雲の上を動く、そんな乗り物のように思われた時代がありました。しかしそれも昔となり、現在ではこのように揺れを再現できるようにまで、進化したというわけです。さあまず停車駅、初めての駅です。ちょっとブレーキかけるのが難しいといったところでしょうか。喋りながらやっているのはさすがに難しいんですよね。まあ言い訳にしかなっていないと思いますが、はい、停車しました。で停車時には、ブレーキを 1B に設定しておくとスムーズに出発ができます。さあではドア開けましょう。あ、閉めちゃった。ドア開けましょう。素晴らしい画質です。今ライトをつけたのでまた違った雰囲気になっていると思います。絵になりますね。 UI を隠すとこんな感じ。写真投稿して、Twitter に上げたらまたかっこよく見えるんじゃないでしょうか。1枚撮りましょうか。はい、1枚撮りました。これサムネイルにするかもしれないですねさてこれやっぱり UI がこうね、ユーザーインターフェースが隠せるのが素晴らしいですよね。こうやって歩くと本物っぽく見えますね。そしてドイツの街の雰囲気を非常に綺麗に見せてくれていますね。ちょっと遠方の方荒い感じもしますし、そしてこの車両との格差を見るとすごいですけれども、まあ、気にならない程度でしょうね。かっこいい、本当に実車よりかっこいいかもしれませんね。さあそろそろアンロックドアですね、戻りましょうか。 UI を消したままだとちょっと見づらいですが、よいしょ。はい、では出発いたします。閉まるドアご注意ください。これ実際の車両もワンマン運転なんでしょうかね。
知ってる方がいたら教えてください。さあ出発します。ブレーキを解除。そしてブレーキ解除後、一旦スロットルはオフに入れてからスタートさせるとスムーズに発車できます。何かこの車両の特有の機能なのか、変な操作をすると、全く車両が動かなくなります。基本的にブレーキを解除して一旦、このスロットルマスコンをですね、オフの状態よりさらに、後ろに押し下げて、ミニマムオフからミニマム、そしてミニマムからオフかに押し込んでから出発させると、きちんとスロットルが効くんですが、そうではないとですね、なぜかスロットルが効かなくなってしまうという現象がよく見えます。でも安全装置なのかな、それを再現きちんとされているから、そうなっているのかなと思います。さあ先ほどは聞こえていなかった音が聞こえませんか。多分後ろの機械がうなり始めた音ですよね。先ほどまで非常に静かでしたが、現在では電気機関車特有のこのエンジンというかコンプレッサーというか、そんな音がしています。さあ間もなく80キロ制限に入りますので、スピード下げていきます。なぜここで80キロが入るのかは分かりません。多分渡り線があるので、そこを渡る人は80キロ必要なのかなと思うんですが、普通に何にもないところで80キロ制限かかります。さあ少し掘られた駅を通過していきますが、このまま進んでいくと次は地下に潜っていくこととなります。で地下の区間はですね、基本的には各駅停車となります。でもこの列車も快速列車みたいな扱いで、地上区間は急行として取り扱われ、地下区間に関しては各駅停車として取り扱われる、そんなものなんだと思います。さてそろそろスピード下げてきた方がいい頃でしょうか。なかなかホームの長さがバラバラなので、ホームを基準にして列車を停車させるというのが難しいタイプのものになってますね。さあ少し無言になってしまいがちな停車ですが、なるべく喋っていった方がいいのかなと思います。さあ一旦ブレーキを解除し、再び込めて、はい、停車しました。アンロックザドアしましょうか。はい、開きました。で、これブラインドついてるんですよね。なので、ま、こう閉めることもできます。外から見てみましょうか。はい、前のところ閉まってますね。ほんと見てるだけでもかっこいいですね。何時間でも見ていられる、そんな感じですね。この上の部分がまたスマート、丸っこくてスマートなのに、この下の部分がごついというのもギャップを感じさせる、そんな萌えポイントというかグッとくるポイントじゃないでしょうか。なんでこんな干渉機強いんでしょうね。日本の貨物列車引く電気機関車よりはるかにでかい干渉機ついてますよね。このゲーム唯一気に入らないのが、人間が随分荒く作られてるところですね。もうちょっとうまく作ればいいのにと思いますが、さてアンロックザドアしましょうか。よいしょ、では閉めます。 UI を出現させて、これ一切 UI 見ないでも運転できるような、そんな装置がついてればいいんですけれども、なかなかそうもいきません。さあ出発しましょう。さあ出発しました。ただもうすぐ駅はすぐそこなので、加速はもうやめておきます。
70キロ前後で運転しています。かなり暗いですね。ちょっとブレーキ早すぎたかなと思いますね。ただ日本の車両と違って結構ヨーロッパの車両ってゆっくりホームに入ってくる雰囲気もありますよね。まあ言い訳にしか過ぎませんが停車いたしました。さてまた一旦降りてブレンド上げておきましょうか。再びタウルス先生を見ます。おお、かっこいいかっこよすぎるでしょう。で、これ今人が出てきてるんですが、すごい不思議なんですよ。これ今人出てきました。で、こっから人いませんよね。お、今出てきましたよねこれちょっとこう視線をずらすと出てくるんですよ。ずっと見てるとなかなか出てこないんですが、視線ずらすと次々と現れるんですよね。で、この人のレパートリーが少ないので、ちょっとこのゲームそこが不満点ですね。まあ、それ以外に不満点は大きくないですね。結構まあ FPS もきちんと出てますし、カクカクしているところもない、バグも少ないですからね。昔はバグすごかったですからね、このゲーム。わかります？座席がめり込んでたりしましたよね。まあ見て、過去の動画見ていただくと、座席がめり込むという、どういう現象かお分かりいただけるかと思いますけれども、結構ひどいバグありましたね。あと、列車が伸びるとか。対向列車が伸びてくるっていう、そういうのありましたよね。はい、では出発します。さあ次の駅も 600m 先ということで非常に短いです。さあ60キロにセットし、そしてまた少しずつ明かりが見えてくる、見えてきましたね。はい、停車しました。降りましょう。で、ここほんと綺麗ですよね実車より綺麗でしょうね、本当に。こちらアンリアルエンジン4を使っているだけあって本当に綺麗です。この車両自体も綺麗なんですが、あ、ライトつけ忘れてるかな。客車のライトはですね、説明ないんですが、これつけておく必要があります。つけられない。 UI を出現させて、はい、こうやるとつきます。そうしないとね、あの真っ暗な中運行してることになるので、ここは気をつけてください。全然これ説明がないんで、当初ちょっと分かんなかったですね。さあ乗り込んで、そろそろでしょうか。よいしょ。さあドア閉めます。ちょっとダイヤから遅れてますが、まあこれ周りを見てね、楽しむというところもあるので、あまりダイヤ気にせず運行していきたいと思います。さあ出発しました。そして 400m 先、もうすぐですね。
多分これ地下区間を走ってるということは、上の部分は本当に大きな町なのかもしれないですね。でこれは普通の通勤電車ではあるけれども、ちょっと他の種別よりも早いという感じでしょうか。さあ停車しました。再びドアを開けます。で降りると、本当ドイツの街というか駅綺麗ですよね。本当に七日豪健という感じで綺麗な感じがします。そしてこの電気機関車が地下に入ってくるというのもなかなか日本では見られない光景ですよね。なのでワクワクしますね。みんなパーカーかスーツしか着てない異様な世界ですね本当に。でこのモードだと、これやりませんが、実はこれ解除できるんですよね。切り離すこともできます。なので置いていくこともできるんですが、今回はねシナリオの関係上やらないでおきましょう。よいしょ、乗り込んで、はい、では出発します。さあ制限かかってます。80キロでしょうか。でずっと今までですね、これ今私右の UI を見て運転していたので、これ前の表示板というか速度計見えてなかったんですが、実際はですねここ速度計のライトもあるので、こちらを見るとこの UI がなくても運転できるのかなという感じはします。ただ日本とかだとこのなんていうんですかね、速度計自体が発光するのに対して、これをこうやって照らして見せるというタイプなのでちょっと違いますね。多分こういうところ経費削減というか、コストを下げて安くしてるのかなという感じもします。でこんな説明しといて、実はこれ普通に光るんだったらちょっと恥ずかしいですけどさあ地上区間出てきました。あーかっこいいですね。でドイツの鉄道すごい、なんか時間に正確なイメージありませんか。そうなんですよ、昔は非常に時間に正確だったらしいです。ただですね近年時間への正確さが随分減ったようで、今はあんまり正確な鉄道会社ではないそうです。なので結構遅延とかが多かったり、するらしくて、ヨーロッパの中でも悪い方の部類に入るそうです。でそれに対してどちらかというとマシなのが最近のイギリスで、イギリスに関しては昔から時間に正確な民族ではありましたが、同時に日本の、鉄道事業への参入という、日本の会社、JR を主体とした会社が、イギリスの鉄道事業に参入してきたとあって、かなり、ね、時間に正確になってきている感があるそうです。なのでかつては非常に優れた鉄道大国であったドイツも今は昔といったところでしょうか。さああと 3.7 キロで駅に到着しますが、しばしこの景色をお楽しみいただければなと思います。ほんとかっこいいですよね。じっとこれを見ているだけでも楽しいです。こうやってカメラを動かしながら、ちょうどこれ朝の通勤時間帯みたいなんで少し日が低いですね。
で、ちょっと暗い感じもしますが。で、見てください。ちょっとパンタグラフ見てください。パンタグラフきちんと上下してますよね。これも細かくていいです。ちょっと上下してますよねって言った瞬間上下しなくなったのが困りどころですが、列車が通過していきます。結構今折りたたまれてますね、パンタグラフ。ちょっと今あと何キロだ、 2.5 キロあるね。せっかくパンタグラフ、このゲームは何でも操作できるというか、鉄道のことに関してはほとんど操作できるので、パンタグラフの上げ下げも実際できます。で、パンタグラフ下げた状態だと、動くことができません。これは実写同様ですね。なので非常に優れたゲームであることは確かです。まあ、バグが多かったというかつて、ですけれども、今はそんなことがないというので、お楽しみいただけるんじゃないかなと思います。さあ、残り 1.2 キロに迫ってまいりました。まもなく停車ですね。今トレインシムワールドも、トレインシムワールドじゃない、トランスポートフィーバーを最近ちょっときちんとね更新できていない、進んでいないところもありますが、この風景を見てまたね勉強していけたらなと思っています。さあ、停車中です。まもなく駅に停車いたします。ちょっと通り過ぎるか、これは大丈夫かな。すみません、ちょっと通り過ぎましたね。過信してました。どれぐらいはみ出たかな。まあ駅に入ってるんでよしとしましょうか。すいませんね。この車体の反射もすごいですよね、きちんとね。反射されてますし、これ何なのかなと思ってるんですけれども、多分砂を補充するものなのかなと思います。鉄道車両には砂を撒く装置がついてまして、雨の日とかあるいは坂道、などで列車を走らせるときに、まあ、その砂をかませることによってスムーズに発進できるという装置があります。なのでここに砂置いてあるのかなと思うんですが、もしかしたらただ吐砂物を処理するための、まあ、オートキエール的なものなのかもしれないですね。さあ、では出発します。ドアを閉めてと。はい、でここからはですね、列車自体はもう回送列車となります。なので、お客様は乗っていない状態なのですが、回送ということで結構なスピードを出して、15キロほどを走り抜けていくこととなります。では出発しましょう。さあ、最高時速160キロまで出して走っていきます。距離はおよそ14キロということで、結構な時間走り続けることとなります。タウルスということで加速がいいので、あっという間に160キロまで行ってしまうといった感じでしょうか。もう130キロまで出ました。国内の、日本の国内の特急電車はほとんどこの速度ですね。そして145、146と上がっていきます。揺れが大きいですね。若干現実味のなさそうな揺れですが、道路走ってるみたい、そんな感じですね。
さあ外側からの視点に移していきましょうか。まあこれが一番かっこいいですからね。はい、田園風景を走るユーロスプリンタータウルスですね。景色が流れるようで美しいです本当にこんな感じで車体をこう収めて見るのもいいですけど、もうちょっとこう顔だけ映っててもかっこいいですね。こんな感じですか。いいですね。きちんと車両が傾いてカーブのカントに反応して傾いてるのが見えますでしょう。これも非常にいいポイントです。さあ駅を通過していく感じでしょうか。線路が4本になりました。駅を通過、いいですねそして街も非常に大きくなってますね。先ほどと比べると大きな街を走っているという感じもします。これ本当自由にこの車両をこう見ることができます。若干これグラフィックのバグでしょうか。なんか車輪の部分がすごい煙みたいなのを出して走ってますね。はい、こんな感じで見ることもできるわけです、まあ、後ろはこんな感じと。以前乗りましたね、これに関しては。さあ風車が見えますね。風車が止まってます。風が強い日か風が全くない日でしょうか。風車、風力発電用の風車はですね、スピードかなり風の強い日は稼働させることができません。なぜならあまりにも風が強いと、風車が勢いよく回って自分自身を壊してしまうからだそうです。なので風が強いと覚えてなかったりしますね。風が強い日に発電できたら本当に効率的なんでしょうが。さあ間もなく 6.2 キロ、あっという間ですね。もう10キロ近く走っています。160キロほどの非常に速いスピードで走っているわけですから、あっという間に終着駅までついてしまうと、そういった感じですね。あとでこの走ってるだけの動画上げてもいいような気がしますこれも十分かっこいいですからね。まもなく 4.4 キロということで、171キロまで出してたか。少し下げましょう。まあ特にこのゲームに関してスピード超過してるからといって何かペナルティがあるわけではありませんが、一応まあ守っておくことは重要です。素晴らしい、素晴らしい、本当に素晴らしいです。さて残り 2.4 キロです。そろそろ駅に到着といったところでしょうか。で60キロ制限が 1.7 キロ先にありますので、そこ気をつけながら運転していきます。ちょっと揺れが激しいですね。本当にもう少しゆっくりと見ていたいところですが、こんな旅ももう終着駅です。悲しいですね。楽しいものは早く終わります。さあキロ制限に入りますので、このまま55キロで入っていきます。皆様長い旅お疲れ様でした。
私としては10分ぐらいかなという感じもしますが、もう30分ぐらい経ったんですね。さあ最後は綺麗に止めたいところですが、はい、到着しました。ということでグッドワーク、お褒めの言葉いただきました。さあ終わらせましょうか。逆転スイッチを入れてと、そしてこちらパーキングブレーキも入れます。はい、でまあバッテリーコントロールこれあるんですが、実はですねこれやるとわかります？音全部消えました。これ車両の動作一切消えてしまってるんですね。これすごいリアルでいいですよね。でもう一度入れ直しますが、レディ、そうすると音がするんですね。ちょっと音がちっちゃいかもしれませんが、でこの中ライトもつきます。で逆はこんな感じ、非常に楽しいです。これやってるだけで楽しいですね。でライトに関してはどうしましょう。よいしょ、座ってからこうすると赤いライトになるかな。ちょっと見てみましょうか。お、マイケル・ジャクソンみたいな来てますが、あ、ライトつかない。はい、つきましたね。 LED のライトであることがしっかりとわかるようになっています。かっこいいはい、ということでトレインシムワールド2020ユーロスプリンターシーメンスタウルスをご紹介してきました。皆さんもねぜひこれダウンロードコンテンツ2つ入れないといけないんですが、まあセールという時期もありますので入れてみて遊んでみて、そして写真を撮って動画を撮ってみてはいかがでしょうか。ラバーダックがトレインシムワールドをご紹介しました。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。